おはようございます。バリに来ました。バリに来ました。フィリピンから急遽日本行きをバリに変更して4万で取れたから。そうだね、1人往復4万だったから、これは行くしかないな。なんか日本めっちゃ寒そうだったから、そう急遽チケット変更してね、2週間ぐらいね、こっちでみっちり練習して行こうかなって感じで来ました。あのウエットじゃなくて裸で軽い感じでいい練習ができたらいいな。波もありそうだし、今日はねちょうど今着いたんですよ、クラマスなんですけど、まあちっちゃいんですけど、セット型頭歩かないかぐらい でも全然滑るもんね。これからまあ2週間いるんで、その間に上がってくる予報なんで、みっちり練習してサーフィンの。ほんとさ、フィリピンの前さ全然波なかったじゃん、で、なんかできない時が多かったから嫌だなと思って、絶対波あるバリに。実はね、双子ちゃんも今そうなの、今で、あそこにいるんじゃないかっていう、多分いるんだよね、多分いるんだよね、いると思うの。ちょっとサプライズでまだ言ってないんですけど、あー、あれそうだよね、でもそうそうサプライズしに行こっか。よいしょサプライズやばいでしょ、やばすぎなんちゃーん、やばいでしょ。あ、どうしたの、飲んでるね。いや、言わないで会えるかなと思ってちょっと秘密にしてきたの。朝ついたビビったんだけど。ビビった、やばい、ビビった、やばすぎるびっくりしたまさかいると思わなかった。いや、あの人波どうって来た時に、ただパパに来るんじゃないって送ったの、そしたらパパが、いや絶対ないよって言うから、あ、ないなって思ってたらいや、やばいやばいいつものメンツになっちゃったね。まあ、黒っ、やばいっしょ、黒もう白いっしょ、面白い。4日ぐらい入んなかったな、なんで食中だから、何が当たったの、わかんない。でもみんなと同じ部下とかに当たっちゃった。痩せた、痩せた2キロ。だからタッチより白いでしょ。確かに。おお、白い白い。え、いつ治ったの？昨日やっと復活した。結構できなかったんだじゃあ。一回治っていったけど、頭痛くなっちゃって体調悪くなって、もう一回休んだ。やばー。板は？ハズショータ。ハズショータ？ファイブセブン。ファイブセブン。試合で使ったやつ？そう、ラウンド1で使ったやつ、あ、ラウンド1ね。スポンサー様募集しています。今日はちょっと体ガチガチだけど、芯を持って軸をボトムターン意識でちょっとやってみようかなと思います。フロントだからね、練習してきたことに止めて、ちっちゃいからあんま乗れないだろうけど、数は手前とか狙ってセットとかちょっとやってきたらいいな。やっていきましょうと。はい、行ってらっしゃい。
ちょびっと壊れてた。リングテープ。うん、割れてるの。なんか食い込んだからか。ね、なんか。なんか当たってないから飛行機かなと思って。じゃあこれ。いや、でもラップしてたからこれは。水入って、水ちょっと抜いて、うん、洗ってくるわ。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとできた。ちょっとできた。歩く。結構ね、いい波だった。ちっちゃいけど。なんかさ、前さ、半年前か、うん、クラマスでやった時となんか雰囲気違った、ライディングの。あ、結構さ、波小さいからさ、近めで撮ろうと思って撮ったらさ、もうフレームアウトするぐらいのさ、スプレーバコーンだったからさ。でも前は EPS でやってたのもあったかもね。APU でラウンドだし、うん、あ、波板自体はあるでし、あとはでもね、前来た時より優しい波が多分今日は、ちょっと、前のがちょっと、なんだろうな、チューブっぽいやな、なんかちょっとワイルドでやりにくかった。へぇー、今すごいね、クリーンにしそうになったまあだから、とりあえず今日はクルーズな感じで、明日からそろそろチェックインの時間だから、ホテルこれから帰ってチェックインして、今日は昼寝しないと死んじゃうもん、眠くて。なんでこんな感じで今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。